皆さんおはようございます。アイモン料理部へようこそ。この動画では家にトースターやサンドイッチメーカーがなくてもさっくり美味しいホットサンドを作る方法をご紹介いたします。フライパンかもち焼き器があればできます。まずはもち焼き器で焼いていく方法をご紹介いたします。まず表面をさっくり焼いてからその上に具を挟んでいきます。今回はピーナッツバターといちごジャムを挟んだピーナッツバター&ジェリーを作っていきます。このピーナッツバターはピーナッツ 100% からできていて、無糖で無塩でパームオイル不使用でビーガンフレンドリーです。なので気に入ってるんですけど、ちょっとだけ蜂蜜を挟みます。蜂蜜も入れました。で、網にオイルを塗っておいて、こびりつかないようにするのもいいんですけど、これはパール金属さんのフッ素加工の網なので、こびりつきにくく、あと網の目が細かいので、餅が下に垂れません。餅を焼くときにね。で、あと、セラミック付きで炭火に近い焼き上がりです。なので、表面は香ばしくサクッと焼けるのに、中はふんわり、しっとりしたパンに仕上がります。なので初めは半信半疑だったんですけど、トースターで焼くよりむしろ美味しいですこのパンは私がお餅を3つ焼いた後に旦那のピーナッツバター&ジェリーを作るために焼いています。ちなみにこのパンは自分で作ったローズマリー入りの食パンです。なのでね、ちょっと形がいびつなんですけど、全面焼いて、表面サクサクにしていきます。ここからはフライパンで焼く方法を説明します。今回はハムとローファットモッツァレラチーズを挟んでいます。弱火で焼くのがポイントです。これはね、ちょっと中火で焼いたからバターが焦げちゃったんですけど、弱火で焼いたらうまくできます。で、上からお皿で押さえると、ホットサンド、さらにホットサンド風になります。これは出来上がりです。こんな感じでアルミホイルでビシッと挟んで、飛行機のね、機内食風にして旦那には出しています。こんな感じで香ばしく焼けます。で、使った材料を、で、これは自家製のローズマリーパンで、レシピはクックパッドのアイモン料理部にパンのレシピは載せてます。で、ハイグルテンフラワー。これは強力粉ですね。で、この網は、このもち焼き器の上で、インドの精製バター、ギーも作ることができるので、とても便利です。見てくれてありがとう。またね。